にちは。こんにちは。今日はお母さんのとこに来ました。はい、お願いします。井岡光子さんです。はい。ひろきちゃんのお母さんで、カズトのおばあちゃんです。はい。はい、あの残してます。残してくれてる。はい。はい、昨日の新聞？これ一昨日。あ、一昨日？1日かな、元旦の。昨日やん、元旦。わからんわ。昨日のね、カズトです。はい。はい、頑張ってくれました。いい試合やったな。うん、いい試合やったね。いい試合できましたわ。うん。お母さん、どんな感じで見てたの？あ、やっぱりね、最初は怖かったけどね。うん、だけど、だんだん中盤に入ってきてから、うん、自信がつきました。あ、これは勝つなって思った。はい。テレビの前で叫んでたの？もう必死のパッチでいつも声通るからな、お母さん勝つと、いけーって一昨日も言いましたよ。いけいけー言うて出た出た、倒せー言うて立ち上がって8ラウンドで倒した時はもう万歳したわ。わあ、盛り上がった、盛り上がったテレビの前で、テレビの前すごい頑張ったな。うん、パパどう？誇り高き孫ですわ。ねえ、はい、ちょっとね、あのこういう子はもう本当にいてないと思うわ。え、何にいけない？こういうね、強い子はいてないと思う、うん、日本ではやっぱり位置違う。おそれぐらい豪語しとくわ。お、はい、自慢のお孫ちゃんですね。自慢の自慢の孫ちゃんです。でえ、なんか電話かかってきた？いえいえ、ちょっと、あのそれはの聞いたんよ、ちょっと電話入ったんよな。あ、うんうん、あっちに下の子にね、うん、私にはないよ。あ、そう、うんうん、なるほど。頑張って。またこれまたあれな、うん、次もっき試合になるから頑張って。次なんか今年の3月か4月外国でやるってるよ。それは相手は決まんない、ここで3月に。あ、3月に、そっからまた大きい試合になるわ。でそれは外国で、アメリカ、アメリカ、はい、3月の13日に、カズトの相手が決まります。3月13、うん、アメリカの方ですけど、はい、ローマン・ゴンザレスとエストラーダ選手が試合するんですけど、はい、おそらくその勝者とカズトが試合するでしょうね、はいはい、また面白い試合になると思います。楽しみやね、はい、楽しみ楽しみ。お母さん声通るわ楽しみですまた次も勝つでしょう。はい、はい、応援してます。はい、ありがとうございます。はい、明日のスープです。これお母さんが作ってたやつだね。はい、昔昔何、昔作りました野菜スープね。世界チャンピオンにしよう思って一生懸命作りました。はい、これレトルト化されました。ありがとうございます。はい、楽しんで今日食べてみます。食べてください。はい、ありがとう。さて、福島天満宮にお参りに来ました。いかがでしたか？気持ちよかったな。気持ちよかった？うん、いいですね。今年もどんな年にしたいですか？うん、いい年になると思いますね。はい。はい、完全に。うん、はい。完全に風が吹いてきましたね。ああ、気持ちいい爽やかな風が吹いてきましたね。吹いてきました。はい。よろしくお願いします。